落石が今年はあの春先の雨で天気になりそうで、ちょっと楽しみなんですけれども、皆さん本当に安全にあの、ね、帰ってこられるように、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。それであの一応本日ガイドをしていただきます。夢の蓮華だけ針の木峠を目指してまばやく青く遠い空、足跡も影も残さないでたどり着けない山の中で続いている夢の設計はコバルト色の空と山交わってただ遠い波形、輝いたという記憶だけでほんの小さな高山植物に追われて消えるものなのです。背中のザックに思いを込めて、あなたはいつでも手を振るのです。急な坂、設計に出たお花畑、色とりどりの花が咲く、数えきれない山並みはるか歩き続けて、
ててる。